サンデル・ベステルフェルトサンデル・ベステルフェルトは、オランダ・エンスヘデ出身の元サッカー選手。元オランダ代表。現役時代のポジションはゴールキーパー。初期1994年に地元エンスヘデの FC、トゥエンテでのプロキャリアを始め、2期後に、フィテッセと契約。フィテッセでの3期の在籍で活躍を見せ、最後の1998から99シーズンは、 UEFA カップ1999から2000、出場権に獲得するなど高い評価を得るようになり、さらに、オランダ代表初出場を飾った。その結果、ディビッド・ジェームスの後釜を探すリバプール FC から誘われ、イングランドへ渡っていった。リバプール一席期に400万ポンドで加入した、ベステルフェルトは、1999年8月7日の、 シェフィールドウェンズで FC 戦で初出場を飾って以降ジェラール・ウリエ監督の下でシーズンを通し一番手として起用されると1999から2000シーズンをリーグ最小失点で抑え日記ぶりとなる欧州カップ戦出場権獲得に貢献した翌2000から01シーズンはバーミンガムシティ FC とのフットボールリーグカップ決勝戦で試合終了間際に PK で得点を許したものの、その後の PK 戦で、アンディ・ジョンソンのシュートを止める活躍を見せ、FA カップ、UEFA カップ2戦から01の三冠達成に、一役勝った。一方、不安定さを見せていたことで、メディアからしばしば批判され、2001年8月27日の、ボルトン・ワンダラーズ FC 戦で、相手 FW、 ディーン・ホールズワースの何気ないミドルシュートを後ろに反らすミスを犯したことが決定的となりすぐさまポーランド代表のイエジー・デデクト・イングランド人のクリス・カークランドの2名が新たに獲得されたことでベンチへと追いやられたそのためベステルフェルトは昨期の三冠の一員にもかかわらずスペイン一部のレアルソシエダへと放出されてしまった ソシエダ2002年6月30日に4年契約を締結したソシエダでは2002から03シーズンにリーグ戦を2位で終え UEFA チャンピオンズリーグ2003から04出場権獲得を得る大躍進を支える活躍で成功を収めていたかに思われたが2003から04シーズンシーズンは指の骨折により2ヶ月離脱など怪我に悩まされたことで シーズンの約半分でアルベルトが起用されると同シーズン終了後に新シーズンはアルベルトと紀元付遺跡から復帰したアシエル・リエス後の2人の起用が告げられ2004年9月1日に1年の紀元付遺跡で RCD マヨルカへ貸し出された。マヨルカではシーズンの大半をモジャの控えに甘んじたことで交渉の場は設けられず 契約終了に伴い対談することになった。イングランド、スペイン、オランダ復帰2005年7月に再び、イングランドへと戻り、アラン・ペラン監督率いるポーツマス FC に2年契約を締結し、ジェイミー・アシュダウンとギリシャ代表のコンスタンティノス・ハルキアスとのポジション争いを繰り広げることになったが、開幕戦を含め数試合起用されたのみで、アシュダウンの後陣を廃した。 その結果、2月24日に、ナイジェル・マーティン、リチャード・ライトが、負傷離脱し、さらにヤイン・ターナーが退場と人形の相次ぐ、欠場に悩むエバートン FC へ、短期の期限付き遺跡で加入した。エバートンではわずか2試合の出場に終わり、ポーツマスに復帰するも、ハリー・レドナップ新監督から構想外が言い渡され、放出が決定した。2006年夏に、 スペイン2部の UD アルメィアと1年契約を締結したベステルフェルトは、政治家としてプレーし、シーズン終了後に一部昇格をおきみ上げに、オランダへと帰っていった。2007年9月7日に、オランダ一部のスパルタ・ロッテルダムと4ヶ月の契約を締結。その後、印象づけることに成功し、契約が2007から08シーズン終了まで延長された。 晩年2008年5月13日に、スパルタロッテルダムを退団後は、1シーズン無所属の状態となっており、その間は、フルスマヨルカの練習に参加しいた。2009年7月2日に、FC ユトレヒトと契約寸前まで迫ったものの、膝の古傷により、メディカルチェックに不合格となった。しかし、同年8月29日に、 イタリア3部の AC モンツァブリアンツァ1912に入団し2シーズンにわたり活躍。現役引退したハンス・フォンクの後釜として2011年8月11日に南アフリカ一部のアヤックス・ケープタウンに FC と2年契約を締結。2012から13シーズン終了に伴い契約満了となると現役引退しアヤックス・ケープタウンの GK コーチに就任した。 オランダ代表として6試合に出場。UEFA ユーロ2000と UEFA ユーロ2004の一員だった。ありがとうございます。